First, ladies and gentlemen, joining us to the blue corner from Osaka, Japan, Tsuyoshi Nakasato. すべてはこの日のために流した血と汗と涙はソウルへとつながる。8人の猛者が挑む崖っぷちの1日、すべてはこのワンデートーナメントにかかっています。2007 K-1 世界最終予選ラスベガスで開幕。ただ一人の日本人、中迫剛の入場です。今年こそは立ちはだかる世界の分厚い壁を、今年こそたぎる思いをクールに押しとどめ、ラストチャンスにかけるジャパンの伊達男、中迫剛、世界最終予選がついに始まります。空手母国日本が恐れた男が目覚めようとしています。芸の母国日本が恐れる極真からの新たな刺客、アレクサンダー・ピチュクノフ。 K-1 ラスベガス、この大会は怪物の覚醒の瞬間か否か。4月のハワイ大会準優勝、今回は堂々の優勝候補です。極真の世界大会3位の実力はマイティーボーからダウンを奪ったことでも証明済みです。ついに K-1 ルールに馴染み始めた、ピチュクノフを恐れる声は高まる一方です。覚醒か否か、適応か否か、とにかくこの試合を見てください。この試合で私の今の位置が分かりますから。極真の天才ピチュクノフ、彼の持ち込んだ答えは今宵このリングで明らかになります。極真の刺客に挑む青銅の砦、中迫剛、日本。覚醒なるか、アレクサンダー・プチュクノフ、ロシア。 K-1 ラスベガス2007世界最終予選、このトーナメントは2ノックダウンシステム、2回のダウンで試合が終わります。延長は最大1ラウンド、判定はマストシステムとなります。さあ、開幕戦ソウルへの切符はわずかに1枚、崖っぷちの戦いがここから始まります。 All right, you ready? You ready?極真ロシアからの刺客、そしてジャパンの伊達男、まずは準々決勝のゴングが鳴りました。画面手前がピチュクノフ、極真世界大会3位、アレクサンダー・ピチュクノフの登場です。谷川さん、はい、今回は堂々の優勝候補、画面左ピチュクノフですね。そうですね、ラスベガスの
あのファンの人もよく知ってて、今回 のスポーツベッドの中でもあのこのピチクノフが一番人気なんですよね、はい、優勝候補ナンバーワンと見られてますからね。ロシア大会ではマイティーモーには敗れましたが、ただもう K1 ルールにはかなり適応してきたかな、そんな印象もありました。もともと本当にあの極真空手の中でも技が多彩な選手なので、これ K1 ルールになれたらすごいあの美しい戦いができる、まあ、いい選手になると思うんですよね、はい、その素材はグラウベを超えるとも言われています。アレクサンダー・ピチクノフ、極真ロシアからの資格、まあ、極真対青銅という構図になりました。日本の中迫です。結構静かな立ち上がりです、ね、立ち上がりでした。ここに来てロープに詰めてきました、うん、ようやくピチクノフ、ただ手数を出しているのは中迫です。中迫は青銅会館、あの堀富平あたりが対戦経験がピチクノフとありますから、そうですね、かなり対策を練ってきているようです、はい、でしかもですね、やっぱり本当日本人があの2人負けてますんで、なんとしても中迫としてはここでリベンジしたいところでしょうね。その辺の借りを返していきたい、強い思いで臨んでいます。非常にこの準々決勝から楽しみな顔合わせとなりました。体格的にはね、中迫選手も大きくて変わらないので、さあここは前に出ていく、体力勝負としてはもう互角だと思うんですけど、はい、中迫はとにかくこの前に詰められるのが嫌だと試合前は語っていました、はい、まあ、やっぱり気持ちで負けてほしくないですね。このピチクノフの前に出るプレッシャー、弾返す精神力、極真対青銅という空手対決になりました。準々決勝です。非常に静かな立ち上がりになりましたが、一発一発のこの蹴りの鋭さ、ピチクノフにはあります。まだピチクノフが、ちょっと本調子じゃないですね。あ、そうですか、2分が経ちました。第1ラウンド左を出していきました中迫です。様子を見てるって感じですね、この辺りのガード、まあ、苦しんできた K1 ルール、顔面オーダールールへの適用です。ガードを上げていきますピチクノフ、そしてハイキック、中迫選手少し下がっちゃダメですね、はい、前に前に出てから強気でいかないとダメですね。ピチクノフはそれほど手数は出ていませんが、はい、それでもじわりじわりと中迫は下がります。左の前蹴り、ここは下がってはいけない中迫です。さあこれ前に出る左のミドルから見据えてミドルストレート、中迫選手このプレッシャーは中迫に分があります。ただ一瞬体を入れ替えてから、さあここはパンチをまとめていく中迫、左がいいのが一つ入りました。ピチクノフの左、あ、膝いいですね。そして左の2位を出していきました中迫です。ここは互角に戦っています中迫、右のアッパー、ラスベガスのベッドでは大きく差を開けられた中迫ですが、ここは日本魂、そして青銅会館を背負ったその魂です。さあ第1ラウンド残り時間ほとんどありません、はい、ここで第1ラウンド終了のゴング、まずは第1ラウンド互角の立ち上がりとなりました。優勝候補を相手に、まあ、精度を背負ってという言い方もできるかもしれません。中迫剛日本です。これまでなかなか K1 の本大会には届かないジャパンの準優勝は2回ありました。そうですね、だから本当に武蔵すぐ実力者ではあるんですから、これはね、海外での試合日本人弱いんですよね、はい、頑張ってほしいですね。そしてソウルという場所では何度も鮮烈な試合を見せてきた中迫、極真世界大会99年の大会で3位、今回も大声援に迎えられてラスベガスのリングです。アレキサンダーピチクノフ、わずかに1枚という開幕戦の切符を目指して、さあ第2ラウンドが始まっています。第1ラウンド中迫は非常にいい立ち上がり方をしましたよね、谷川さん。うまく立ち上がったと思います。集中力を途切らせずに強気強気にいくことですね、はい、パンチを出していく中迫です。さあここは我慢というピチクノフ、ちょっとピチクノフの蹴りが出ませんが、そうですね、ちょっと手数が足りない感じがしますね、そして距離という意味では谷川さんどうでしょうか。なんかお互いに付き合っちゃってますよね、まだお互いの距離ではない、そんな段階かもしれませんが、うまく体を入れ替えます。リバースして左を合わせていったのはピチクノフ。西岡さん、はい、そのピチクノフの左のフックがありますよね、これ何発かもらってますね。あ、この辺りね、あの上半身をもっと揺すっていこうという指示が出てます。中迫サイドです、はい、中迫サイド、こちらは長坂アナウンサーのリポートです。やはりあのこちらからはあまり見えませんけれども、かなりいい左をもらって、あっとこの前蹴りは強烈です。左の前蹴り伸びてきます。やはりこういった蹴りが特徴のピチクノフ、あのグラウベと同じようなブラジリアンキックも持っています。あのマイティーモーをリングに沈めた経験もあります。やはり一撃の強さはあります。そうですね、長坂選手はもうパンチ勝負ですね、全て。この辺りはピチクノフも予想した通り、
聖堂はパンチが強いという印象がある。自分の蹴りと中迫のパンチ、この勝負になるはずだ。ピチクノフは試合前そう語っていましたが、もうちょっと強気に行ってもいいと思うんですけどね、ピチクノフ選手が。そうですか、ええ、まだここは出た。あっと、ここでブラジリアンキック、ブラジリアンキック、ただ不発。あっと、左のアッパーが当たった。中迫リングに沈みました。一瞬の隙をかいくぐってピチクノフのアッパー、中迫を捉えています。ただ立ち上がりました。このトーナメントは2ノックダウンシステム、もう1回のこのラウンドのダウンで試合が終わります。中迫の本大会への夢、そしてピチクノフ怪物の覚醒に向けて一つのダウンを奪いました。ここ踏ん張りどころですね、中迫選手。さあ、ここは後ろに下がる、はい、恐れていたプレッシャーが前から来る。極真の怪物がついに牙を抜く。入った、左が入った、左が入りましたが、いやダウンではありません。スリップを取りました。いや、中迫は助かりました。左が入っていましたが判定はスリップです。まだ中迫には運もあります。さあ、ここでピチクノフが前に出てくる。残り30秒、耐えられるか中迫。ガード固めて。やはりこの極真の怪物、ただものではありません。ハワイ大会準優勝。パンチできますね、パンチできてるんですよね、得意の蹴りではなくて、蹴りつかないですね。パンチできています。左の前襟、距離を詰めてくる。この距離だとピチクノフか。さあ、残り10秒切った。中迫なんとか耐えられるか。第2ラウンド、もう残り時間ほとんどない。なんとか、なんとか耐え切った。第2ラウンド終了。このラウンド、ピチクノフがダウンを奪いました。ダウンのシーンです。ピチクノフの左のアッパーが中迫の顎を捉えました。谷川さん、少し今回はパンチを多用してくるあたりはちょっとびっくりしてるんですが、ね、フックがテンプルに2発当たってるんですね、今のダウンは。あ、そうですか、1ラウンドからこれ食らうって言ったらフックですね、その左のフックがあるいは中迫には見えていないのかもしれません。あと一歩というところで、いつも悔しさを味わってきたこの中迫です。ジャパンを背負ってきました。そして涼しい表情、ピチクノフ。極真対聖堂、ピチクノフ対中迫。第2ラウンドダウンを奪ってピチクノフが一つ上の階段に上がりました。さあ、中迫はもう後がありません。前に出るしかありません。後ろ出てきましたよ。さあ、ここでお互いが前に出てくる。第3ラウンド、戦いの予想が変わってきました。中迫はもう後がありません。後ろ回し蹴り、ピチクノフは倒しに来ましたね。ピチクノフの華麗な足技にラスベガスが湧いています。倒しに来ています。いや、ちょっと面白くなりそうな第3ラウンドです。左のストレート、中迫も負けていません。この膝いいですけどね。左の膝がいいんですよね、この左の膝。そしてピチクノフは攻撃を耐える時間もあります。左を返した。さあ、ここで体勢を変えた。体勢を変えていきます。中迫は少し効いたかもしれません。また左、注意をしたいのはダウンを取られた左です。距離を取ります。この距離ですとまだ怖くはありません。左から右、今度は中迫前に詰めて前蹴り、うまく距離を作ってくるピチクノフ。この辺りはさすが極真の選手です。もう一つ左、また中迫の夢はここで途絶えてしまうんでしょうか。やっぱりね、本当は日本人の選手は海外でなかなか一勝ができませんから、頑張ってもらいたいですけどね。中迫はこの試合に勝てば優勝できる、それだけの覚悟を持ってやってきた。いや、華麗な蹴りです、ピチクノフ。さあ、蹴りを返していく中迫です。いや、さあ、本当に、ね、前に詰めながら、まあ、優勝候補ナンバーワンですから、決勝戦で戦うのも1回戦で戦うのも一緒なんですよね、それだけピチクノフの研究をしてきて、この一戦にかけている中迫です。でもなんかピチクノフはちょっとやりづらそうはやりづらそうですね。そうですか、なかなか自分の戦い方ができないと、あるいは捉えているのかもしれません。この辺りも距離を作ろうという左の前蹴りですが、そうですね、距離詰めてきますからね。空手同士ということで、その辺りは分かっているんでしょうね。さあ、短い距離になる、ショートレンジになる、お互いの打ち合い。さあ、そして体を入れ替えて左、この左は要注意の中迫です。残り1分を切っています。最終ラウンド、第3ラウンドを迎えています。回転が速いですよね、ピチクノフ選手の、はい、極真の世界大会、20歳の時に3位になりました。
まあ、空手母国日本を常に脅かしてきたこのロシアからの刺客です。まあ、空手の試合でね、その時はグラウベフェイト山も破ってますから。そうなんですよね。未だに極真は K の頂点には届きませんが、このピチクノフならと思っている極真関係者も多いでしょうね。縄茂り、さあ残り30秒を切りました。準々決勝、ね、あとは気力を振り絞って、うん、聖堂会館を背負って中迫の戦いが続きます。左の牌、33歳中迫、今回はあるいはラストチャンスかもしれない、それだけの強い気持ちでこのラスベガスにやってきています。はい、その前に大きな大きな壁、極真の壁、ピチクノフの壁、この最後のラッシュも、最後のラッシュもダウンは奪えませんでした。下を向いた中迫剛、世界最終予選日本人ただ一人のエントリー、中迫の3ラウンドが終わっています。第3ラウンド、一番会場が沸いたのはこのハイキックでした。やはりちょっと軌道がグラウベと同じように読みづらいという感じの谷川さんしますね。もう本当に最短距離でね、前足で蹴れますから、あの中迫だからあれを見切ったのかもしれません。他の選手ですとあるいはという蹴りです。今は判定を待ちます。ジャパンの伊達男、初の本大会出場へ安定に委ねられた中迫の夢です。その表情、ちょっとやり残した、そんな思いもあるでしょうか。ハワイ大会準優勝、この男が K1 ルールに適用すれば必ず頂点に絡んでくる、そんな素材です。今回は中迫からダウンを奪った準々決勝、さあ判定の声を聞きましょう。判定は3対0、準々決勝勝ち名乗りはアレクサンダー・ピチクノフ・ロシア。まずは準々決勝、聖堂会館の中迫を下して準決勝進出を決めています。判定ではダウンがありました。大きな差がつきました。まだピチクノフの本当の力を全て見たわけではない、そうですね、そんな気もします。やっぱりトーナメントということで怪我のないように、一歩一歩勝ち上がろうというような戦い方でしたね。極真特有の華麗な蹴りは見られました。北の怪物、この後準々決勝を勝ち上がって準決勝、決勝、すでにその冷たい目は先を見据えています。まずはピチクノフ、初戦を突破です。